分かった気になれ。写楽だけが役者の特徴を誇張した作品なのでしょうか。同じ時代に制作された作品の中に市川駒蔵を描いたものがあります。駒蔵を描いた作者は勝川春光、勝川春英、歌川豊国、写楽がいますが、写楽の作品のみ誇張されているということではありません。4つの作品ほぼ写楽が描いたような目が近くに寄っており、鼻が鍵の形で大きく描かれています。誇張していることで作品を見ると勝川春光の方が鼻が他に比べて大きく誇張されています。手の大きさで比べてみても写楽のみ小さいのではなく、他の作家の手も小さく描かれています。